はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、久々に、料理動画でございます。やっぱね、夏といったらでもこうバーベキューっぽい、いや違う、やっぱね、やっぱり焼き鳥でしょうということで、今日はね、ここで串で焼きながら、鶏肉も買ってあります。鶏肉とちょっと野菜を焼きながら、その場で食べていこうかなと。お腹減ってるんでね、焼きたてが一番うまいじゃないですか。でやっぱコンロっていうのは2つしかないから、一気に多分全部焼けないと思うんで、焼きながらこうなんか飲みながら、ちょっと食べていこうかと思います。ということで、買ってきてるものはこちらですね。まずししとう、やっぱ産地直送系のね、やっぱししとうでございます。これだけ入って100円、辛くないといいね。これうちの田舎でもあるんですよ、ししとうがね。だけど田舎のししとうってね、ほぼほぼ8割ぐらい辛い。マジで食われない。俺辛いの苦手なんで食われないです。でそしてこちら、やっぱ大分といえばしいたけね。これも一応産地直送の場所にあったんだけど、バーベキュー用と書いてあったので、ね、ちょっとしいたけも焼いていこうかなと。で、そしてこちらドドンとニンニク、これをね、殻を剥いて串を刺して焼いてみようかなと。ちょっとどうなるのかやったことないんだけど、チャレンジね。で、そしてこちら、鶏肉ですね、鶏のもも肉、プラジュさんね、こちらがあるので、ちょっと丸々2つはいらないかな。この肉が2つあるんで、その1個を使おうかと思います。はい、ということでささっと切ってちょっと焼いていきたいと思います。というわけで、お肉をね、切っていきたいと思います。普通のブラジル産のもも肉の安いやつです。 100g59 円だったかな。でこの包丁、先日ね買った包丁なんですけど、これねめっちゃ切れるんですよ。2000円の包丁とは思えないぐらい切れるっていう、はい、ビビった。なんで今これとりあえず焼き鳥サイズぐらいかな、に切ってます。いい感じだね。これね、包丁がマジですごいわ。高い包丁とかあるけど、これがねちょいちょい評判いいのを見てたんですよ。めちゃくちゃ切れる、確かに。そして竹串はトップバリューで、このなんか長いタイプ売ってたんですよ、ロングタイプね。これを買ってきましたので、これを使っていきたいと思います。まずね、このししとうを刺そうか。辛くないといいんだよな、ししとう。夏っぽいでしょ。これ焼き鳥って本当はね、なんかこうここでこうやって重ねてこうやるのがいいみたいな。皮はもうね、一緒に行きます。いや、野菜後の方がいいな。ゆるいわ。こういう感じね。こういう感じ。ネギマならぬ、なんて言うんだろう。ネギマ、シシマかな。はい。これね、火つけて焼いていきます。はい。続いて、しいたけでございますと。しいたけは、これ包丁マジすごいね。これぐらいでいいか。これでいこう。これで横で焼くか。いや、これ、包丁がね、よう切れるわ。なんか知らんけど。セラミックってすごいね。俺今までね、こういうの絶対切れないと思ってたんだけど、相当切れる。すごい。なんか普通の包丁より軽いんですよ。まずね。これ何の説明してんの？軽くて、すんごいなんかね、スパーンって切れる。こんな感じで、とりあえず、串にどう刺そうか。こう刺していい？これでいい？ちょっと角度を変えて、重ならないようにしないといけないので。こういう感じ？こんなんやってる人おらんでしょ。見たことないでしょ、こんな。ね、ほらほら。いい感じじゃない？ダメかな。何本いける？ 2 本かな。隣がね、やっぱ火をつけてるんで、でも汗がやばいっす。はい。なんか間違ってるかな？別に問題ないよね。
んなやっとる人おらんでしょう。ちょっと厳しいか、ちょっと厳しいな。でちょっと残りをね、ニンニクね、ニンニクちょっと皮むきして、ちょっと一本、これ一本ね試しなんですよ。試しやったことないんで、ちょっと試しでね、一本だけちょっとニンニクのあれをやってみようかと思います。ということでニンニクをね剥いたので、あ、割れるな、割れちゃうな。こんな焼き鳥というかあれないでしょこんな見たことない。わ、ニンニクね、すごい。やっぱさすが国産。ちょっとね、割れかけますね。入れる方向が多分良かったらいいと思う。こっちから入れたらいいのかな。いや、割れるな。はい。という感じで、まあ、なんとかとりあえずついたんで、焼いていきます。はい、いらっしゃい、いらっしゃいって感じですかね。今日はね、まずこの塩、かけたいと思います。こちらですね、白い、なんだ、粒のやつね。これは、イタリアの岩塩です。アマゾンで検索したらすぐ出てきます。これをちょっとミルでね、シャ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 と、いい感じ。今日この塩でいきたいと思いますね。はい。で、ちょっとひっくり返して、もういい感じでしょ、これ。じゃあ最初ちょっと火が強かったんで、この2本だけちょっとだけ、なんかよく焼けてる状態になって。これはちょっとこう入れ替えようか。こういう入れ替えとかもいいよね。だから焼き鳥って感じ。ししとうだけどね、これ。肉だから真ん中がいいか。すんごい、すんごい詰めちゃったから。こんな見たことないでしょ、これ。しいたけ焼いたら美味しいですからね。はい。まだパラワーと。で、裏はこんなもんね。で、ある程度やっぱ油で落ちるんでね。そして胡椒ね。胡椒もかけときます。ということで、これをね、じわじわ焼いていきたいと思います。おー、見て、いい感じでしょ、これ。ほらほらほら、色変わってきた。ニンニク真ん中でいいか。最初の方もまたあれか。ちょっとこれね、椎茸、回るね。回っちゃうわ。だからこう、刺す方向を考えなきゃいけないんだね、これ。おー、いいね、いいね。焼けてるからこう入れ替えたりして、はいはいはい、もうね、早く食いて早く食いて、もうね、このなんだろう、動画でこの匂いが伝えられないのが残念。なんといってもこのニンニクの匂いがねちょっとしてるんですよ、この付近で、この付近だすごくね、食欲をそそるような感じになってます。かれこれ10分ぐらい焼いてんのかな。だんだんいい感じに焼けてきてますよと。これひっくり返しがこれ、ね、こっちの肉もうね、ネギマじゃない、シシマっていうのかな、シシマで言い方ってるけど、この端っこの方とかね、もう全然焼けてるんでね、こういうやつね、こうやつ、この辺はちょっとまだ手前があれか、はい、焼けてる部分から食べていきたいと思います。せっかく買ってきたのに忘れてた、これ違う場所に入ってて、なんかあったんだよねって見たら、これわかります、ジャンボししとうってやつが売ってたんですよ。めちゃくちゃでかい、さっきのししとうに比べたらね、ピーマンかっていうのがでかいんですよ。ピーマンちょっと痩せたぐらいな、めちゃくちゃでかいです、わかりますこれね、人差し指全然でかいんで、これ入れるの忘れてたわ。まあそのうちおかずとして食べます。今日の飲み物はですね、カルピスウォーターでございますね。コーラを買うの忘れました。というわけで、私はね、ビールが飲めないので、まあ、こういう普通のジュースが多いでございます。一口。うまっ。では、行きますか。もうちょっと焦げてる感じの焼き鳥、言いたいと思います。はい、それでは、焼き鳥、言いたいと思います。いただきます。うん、うまっ。ししとうがうまっ。ちょっと辛すごい汗はい、ということで次しいたけね、もう焼けてるでしょう。はい、ということでいただきます。うん、甘い。うん、なんだろう、なんか甘さがあるよね。
椎茸独特の、なんだろう、この椎茸ってこう煮付け系に入れると煮付け系は煮付け系で美味しいじゃないですか。でもこうやって焼いたら焼いたでなんか椎茸の甘さがあって、これまた、ね、美味しいんだよね、これね。塩加減もちょうどいい。夏にね、こうやってまあ作りながらやるとすごい熱気がすごいですよ。わかんないと思うけど、これはこれでね、なんだろう、夏だよね、やっぱり。うん、はい、もう出来たて、うまいっすわ。あっか、ちぇー、あっかんうまい。あ、シシトウの当たりがあった。もう汗のりが一瞬ですごいもん。分かりづらいと思うけど、一瞬で腕がうん、やっぱ当たりはあるんですね。辛っ。じゃあそろそろこちら行ってみようかな。あの国産のニンニクでございます、はい、ではね、もともとニンニク生で食べれるんで、ちょっとね、大丈夫か分かんないけど、これ一番上焦げ目ないけど行ってみたいと思います。これね、これいただきます。うん、めっちゃニンニク、当たり前か、めっちゃニンニク。1個目は辛みやったけど、2個目はそんなないしね。シトウの当たりが怖え。やっぱ夏の野菜ね、シシトウとか、シシトウだけかな、今回シシトウだけやったからやっぱね、夏だね、もう汗かかすごいでしょ、ちょっと離れてるけど尋常じゃないほどの汗が出てるんで、さっきシシトウの当たり食ったんで、もうやばいっす。食ってるやつでも当たりあるんです。おぉっ今のシシトウもちょっと当たりあった、後から来たね、来ないと思ってたですよ。食った瞬間に、後から喉を通るときにガリガリっていう辛さがきました。はい、というわけで、もうあとね、一気に焼けてしまったので、ちょっと部屋に行ってゆっくり食べようかと思いますちょっとあっちいわ。はい、こうニンニクがね、意外といいかもしれない。ちゃんと焼いたらそんなに辛くないです。そんなにね、一番トップだけちょっと辛みがあったんですよ。まだ半生っちゃ半生、一応火が通ってるぐらいっていう感じだったんで、ちょっと辛みあったんだけど、完全に焼けてしまうと本当に芋みたいな感じなので、あんまり辛みもないし、食べてもあ、ニンニクだみたいな感じなので、意外と普通に美味しかったです。はい、椎茸もね、やっぱ火を通すとやっぱ甘みが出るしね。なんといってもこのマックス鶏、ちょっと完全につけすぎてますけど、はい、というわけで、汗の量が、これカメラでどんぐらい映ってるか分かんないけど、もうタオルがもうちょっとしたら絞れそうなぐらい汗かいておりますというわけで、今日は以上でございます。皆さんもね、ちょっと焼き鳥食べたいなって方はちょっとね、やってみてください。以前ね、豚バラでやったら油がボタボタしてファイヤーになったんですけど、まあ、今回ね、鶏の皮付きでやったんですけど、そんなにね、火が出なかったと思います。油はそんなに落ちなかったのかな。はい、まあ豚バラはやるときは気をつけてください。鶏肉だったらまあ大体こんな感じでいけるかと思います。はい、というわけで、久々の、お料理動画でございました今回は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、シャワー浴びてきます。シャワー浴びて食べます